では今からお尻をしっかり触っていきますって、うん、頭からこう神経が出てて、はい、お尻の疲れを腰の疲れとか肩甲骨の疲れとして頭が間違えてしまうこと多いんです、はい、で、なのでここしっかり緩めていきます、はい、で私がわざわざ説明したってことは、はい、そう痛いんです、頑張ってね了解です、よしここいったこれが腰痛、膝痛いも効きます、痛い、ちょっとストップでお願いします、痛い、動画で見た通りです、動画で見た通りですね、はい、みんな言う、はい、お願いします、痛いちょっとストップでお願いします、痛い、でこれがね、やっぱりね、ここのお尻の筋肉が硬くなるとやっぱり腰痛になったりとか、立った時になんかあの動きが悪いって言われてたやつがの原因になったりするんですね、はい、特にこいつ、ここ痛い、これ、これ痛い、あいった、あいった、あいった、それだけまあ汚れが溜まってるという感じなんですけどね、はい、頑張り、痛い、頑張って、痛った、しまうので、はい、まあ、腰痛がきついとか、はい、あの立ったりするときだるいとかになったりするんですね、そうなんですね、はい、頑張ります、はい、いいですか、おー痛い、痛い、ここめっちゃ痛い、これが硬いもんね、全部痛い、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 これが梨状筋っていう筋肉で、はい、あの腰痛に関係するとこなんですね、痛い、では反対側触っていきますよ、
しますね。でこいつがまあ悪さするので、まあ、腰痛になるんですね。そうですね。お願いします。はい、痛い。痛い。ちょっと痛い。ちょっと弱く。はい。はい、お願いします。痛い。痛い。それでも痛い。だいぶ楽になるんですけれども、うん、今日1回ね、うん、でも2回、3回と続けていかれると、うん、もっと体は楽になってくれます。痛い。ただお体にどこまでお金をかけられる方かは私には分からないので、うん、いやもうあの1回やってもだいぶ楽になったらもうこのまま半年ぐらい行くんだっていう方もいれば、ちょっとストップ止めます。はいはい、いやいやまた来ます、1ヶ月後にっていう方もおられますし、うん、その辺はご自由にってお伝えしてます。月1来られてたら、うん、そこまで悪くなりません。あ、そうなんですね。うん、で最悪当店3ヶ月に1回来ないと、はい、あの罰金が必要だよみたいな、はい、それまでに来られててもそんなに悪くなりません。わかりました。はい、細かいところ指で押さえていきますよ。はい、ここ